はい、キリスト教の話なんですけど、その愛とお金について話しますね。まあ、金を求めるあまり人間の心とか愛を失うことは多大な痛手になります。当初ね、幼い頃、まあ、学生の頃は友達もまあ普通にいて、バイトしてても人間関係はまあまともだったと。別にちょっと喧嘩しても殴り合いまでしなかったとか、もちろんお店のものをくすねることも一切なかったのに、その金を求めればそれが救いかのような、その入れ墨タトゥーとセットで、それがこう悪魔のことになってしまって、キリスト教の方に来ませんよね。キリスト教は愛を求めるんですけれども、その愛を行うことを求めるんです。その愛を頂戴じゃなくて、愛を捧げたり、愛ある行動を行う、まあそのトイレ掃除でも道端のゴミ拾いでもそうですけど、でまあ夫婦カップルでも、まあこうしといたら助かるだろうな、まあ、足らないって言ったんでラップ買っててあげよう、私は使わないけどとか、そういうお互いに助けることで、愛のある行動を取った結果としてその豊かになるという、その信じる豊かさ、信じる信仰の結果、まあ、まとまった生活ができるようになるということですよ。でまあその肉体的なことを言うと、まあ、キリスト教とはちょっと関係ないのであまり触れませんけど、まあ普通に食事を美味しく食べることができたり、まあ、たまにお酒を飲んで家族と楽しむとか、まあ、酒を飲んでこうね、金と酒を求めて家で乱暴してたらおかしいんですそれ。でまあ適ほど、まあ、このくらいでいいやとか、そういう抑制とか節制ができるくらいに、ある程度のその会社帰りに楽しめるっていうことです。でまあ金を求めることがね、その人生の目的になってしまっていたら、いろんな意味があるんですよ。そのまあ自分で生活していくために働こうということもあるし、借金払わないといけないんで、もっと大変な仕事こなさないといけないなとか、でまあそのお金のトリックというか、お金自体は人間生活を支える道具なんですけど、それにかかってるともうアルコールで酔いが回ってるような、その理性とか判断力がなくなって、頭の中もですよ、その心の中もそれ侵食されるんですよね、なんか毒みたいなのに。で判断力失って頭も弱くなって、またその酒を煽ってるだとか、金のみを求めるギャンブルがどうこうとか、そういう風にこう愛情を失ってですよ、友達もなくなって家族も離れていってってことになりますので、まあ、お金を求めることがその犯罪の全てだっていうのは警察やってたらよくわかります。みんな言いますよ、金に困って犯罪ありました。金に困ってっていうより、まあ、人に暴力振るったり殺してまでも金が欲しかったってことなんだろうですよ。迷惑した相手が別に死んでも構わんものかと思ったってことなんだろうっていうことです。普通お金に困ったら自分でバイトするなり会社で働くんですよ。それを言い換えて、金のためなら人の迷惑も全く考えなかったとか、バカで、まあ、それがもう犯罪者として確定なので、皆さんはその愛のある行動を取った結果、まあその全てのお客さんに笑顔を振りまけっていうのは、まあ、会社とは言ってますけど本当はそうはしてないんでしょうけど、でもそういう心ある対応っていうのが会社の名誉になったり、お客さんがまた来るようになったりとか、そういうことで自分の給料の豊かさにもつながるわけで、そのあたりはまあ回り道かもしれないけど、やはりその優しさの方を憎しみより取るとか、その人の優しさを取るんじゃないんです。
自分が相手を憎んで悪いことをするより、まあこういう人だけど優しくしてあげましょうという、そのもらう方じゃなくて優しさを与える方です。愛のある行動というのは愛を求めることじゃなくて、自分が愛のある人間として生きていくことです。全ての人にとは言いませんけど、全ての人を尊敬しなさいというのは、まあ、自分の会う人、隣の人、まあ、会社でも学校でも近所でも、その自分からその挨拶をするなり心を与える。心というのは親切ってことです。まあ、親切な人になりましょうとはあまり書かれてないですね、聖書には。そういうアジアとかの道徳って意味じゃなくて、その親切をどんな人にも、ある意味その自分を憎んでる人にも敵にも与えなさいと、そうすればその神が恵んでくださいますので、必ずっていうのが、こう親切は回り巡ってこう自分のためになりますよっていうことです。